人類が月に行く、そんな目標、当時は絶対に無理だと思われていました。しかしそれは実現し、歴史の大きな1ページとなった。到底実現できない、あなたはそんな目標や理想を掲げたことはありますか？本日は、海運業界、船で物を運ぶ、ああいうこう物流を支えていらっしゃるですね、海運業界の意見の情報をそして取りまとめて発信ということを行っている日本船主協会の環境広報タスクフォース座長の志摩さんにお越しいただきました。私は日本船主協会の今ご紹介いただいた通りなんですけど、環境広報タスクフォースの座長をやらせていただいています。で私の所属自身は商船三井という船会社からそちらの船主協会の方に行きましてですね、そういう会合の座長をやっているっていう形でございます。はい、ありがとうございます。2050年に、GHG 温室効果ガスの、目標をネットゼロにするということを掲げたと思うんですけど、この目標についてちょっとお伺いしてもよろしいですか？IMO という、国際海事機関というところでパリ協定に基づくですね、その、目標がありますよね。 1.5 度に気温上昇を抑えなければならないとかですね、そういった目標に対してどういった取り組みをしていくのかというのを、その IMO という組織の中で海運業界は決めていくというふうになっておりましてですね、でその目標として2018年に、今現在ある目標というのは2018年に作ったものでして、でそれでは2050年には半減というふうに足元なっております。で世界ではってことですね。そうです、世界で2008年比で半減というのが現在の目標なんです。ですが一昨年ぐらいからですかね、世界中でネットゼロというのを各国が表明したり、あとは日本の政府も菅前総理大臣ですねがネットゼロという表明をするなどですね、もう世界中でそういったもうネットゼロを2050年に目指すんだという動きが加速してますので、日本海運としてもうネットゼロというのをそこよりも一つ先んじて、宣言をして、そこに向かって取り組みを進めていこうということを考えているものです。でもすごい高い、難しい目標ですね。そうですね、陸上においてでは、言ってみればその再エネという手段がもう確立されているわけですね。それでもコスト面であるとかいろいろハードルは高いわけですけれども、ところが海運においては実はまだその手段が確立されてないんです。一番その気近に実現できるのではないかと思っている手段としては、そのアンモニアを炊くとかですね、またその先には水素を炊くとか、アンモニア水素っていうものは燃料の中に炭素が含まれませんので、炊いても炭素が出ないということになるので、ネットゼロエミッション燃料というふうになるんですけれども、これを実際にじゃあ炊けるのかというと、まだそういうエンジンの開発の途上という段階なんですね。でさらにアンモニアですと毒性が非常に高い物質ですので、店員にとって被害がないのかとかですね、その取り扱いの方法ですとか、いろいろな面でハードルが高い燃料というふうに言えますし、まだそういった意味では陸上でその再エネが確立されているような手段が開発途上にあるってところが、陸上とはまた違うハードルの高さがあると考えています。あんなに大きい船ですもんね、車が何台も乗ったりするような船とか。そうなんです、国内のですね近いところを走るような船であればですね、小型船舶で水素を炊くとか、水素電池みたいなものを炊くとか、そういったことによるゼロエミの達成というのは比較的可能性が近くなっているというふうに考えますけれども、ただそのまだアンモニアを炊くっていうことになると、まだ実証の実例も今現在ないという状況です。なるほど。その高い目標も実現しながら、今のこの物流 の, そのサプライチェーンも維持していくって、これもまた難しいですよね。戦況の紹介映像みたいなのにもあるんですけれども、
例えばコンビニエンスストア、こちらを行って商品いっぱいあるわけなんですけれども、はい、この中でじゃあ海外から輸入を船でしているものをこう棚からこう取り出していったらっていう映像がありましてですね、でそうすると残っているものって国産のお米と国産の生鮮野菜、それだけですねっていう話なんですよね。もうそうですか、はい、まあ、そうかそうか。で、まあ、例えば牛乳、まあ、国産の牛さんがですね牛乳をこう出しているわけですけれども、はいはいはい、その牛が食べる餌も海外から輸入されているっていうことでして、まあ、辿っていけば、まあ、全部ですね、まあ、生鮮野菜にしても、うん、海外の肥料を使っているっていうケースもあるんだと思うので、どこからどこまでもその海外とのこうやっぱり貿易によって成り立っているっていう世界が、まあ、国内だけ見てもあるという状況ですね。物流は止めてはいけないというところ、これが大前提にあるわけで、船を必ず動かしていかなきゃいけない中での脱炭素へのチャレンジということになります。はい、なるほどなるほど。バックキャスティング、はい、ちょっとこれをやったってお話があるんですけど、これどういうことをやられたか聞いてみてもいいですか。バックキャスティングって非常にこう、まあ、日本人にとって、はい、まあ、これまで馴染みがあまりない考え方だったというふうに思ってるんですけれども、まあ、日本人の考え方ってこう実直にですね、足元から、はいはい、正確に、はい、着実にこう物事を積み上げて、うん、まあ、目標を実現していくんだっていう、まあ、考え方ですよね。日本の像ありますね。はい、で、まあ、それは本当に日本人の美徳といいますか、うん、いうふうには思うんですが、高いハードル、高い目標っていうのを、うん、まあ、どうやってこう実現していくのかっていうのを考えますとですね、うん、このネットゼロっていうのがありきなんですよね。はいはい、足元からこうどこまでいけるかなではなくて、うん、こう世界の目標としてその2050年のネットゼロっていう世界をこう、まあ、みんなで目指していこうというのが、うん、まあ、言ってみればファーストステップみたいなことになっているので、はいはいはい、でじゃあそれをありきで考えた時に、じゃあ足元何をやっていけばいいのかっていうのが、まあ、バックキャスティングっていう思考だというふうに思ってます。2050年に今現在の半減というのにしてもとてつもない目標なわけですね。あ、まあ、そうですね、その時点でやっぱりとてつもないんですよね。はい、そうなんです。そんなことできるわけないじゃないか、そんな夢物語をっていうのが、まあ、国内の大概の反応だったわけですよね。はいはい、まあ、そんな中でそんな目標が掲げられたというところで、うん、もう状況が一変したといいますか、もう掲げちゃった、じゃあそのやらねばならぬことに向かってどういうふうにこう今後新しい規制であるとかを作っていくのか、どういう議論提案をしていくのかっていうのを日本の海運 業界として、まあ、日本政府と一緒にですね、うん、考えている、まさにバックキャスティングの思考によって、はいはい、その2050年のネットゼロに向けて足元どういうふうなステップでこう進めていくのかっていうのをバックキャストして考えていくということが、うん、話し合われていると考えます。はい、ゴールを掲げたことによって変わっていった意識みたいなのってあったりするんですか。まあ、社内でもですけれども、業界としましてもですね、そのゼロエミッションに向けた、まあ、タスクフォースが結成されてですね、でそのゼロエミッションを達成するに向けて、じゃあどういう燃料を使っていけばいいのかであるとか、うん、じゃあそのゼロエミに向かう、それこそそのバックキャストしたステップの中で、まあ、運行効率を上げていくとか、うん、そういったことでどういうルール作りをしていけばいいのかとかですね、ゼロエミを前提として、じゃあ何を今ルールとして考えていくのが良いかっていったような議論が盛んに行われるようになりまして、なのでもうみんなですね、もうゼロエミありきで、そこに向かっての、対策を考えるという体制に大きく変わったというふうに考えます。はい、まあ、ゴールを立てて、まあ、ロードマップがだんだん見えてきてて、はい、まあ、発表できることも増えてきてっていう中で、どうこうでも実現していくっていうところのトランジションっていうキーワードについて、はい、そうですね、はい、今非常に、まあ、国内でも、まあ、我々海運のみならずですね、そのトランジションの議論っていうのは、うん、なされていると思います。その、まあ、再エネっていうのが、まあ、すぐに豊富にこうあるような国であれば、うん、もうどんどん再エネゼロの
燃料にですね最初からこう切り替えていけると思うんですけれども、まあ、日本のような国であったりとか、まあ、なかなかそういうあの今、まあ、石炭火力に頼っているとかですね、うん、あのそういったところでいきなりこうゼロエミッションというのはなかなか難しいという状況がありますよね。で船においても、まあ、先ほどお話をしたようにそのアンモニアであるとかあの水素であるっていうようなものがあの最終的には望ましいんですけれどもまだ開発途上にあるっていうお話させていただきましたと、うんうん、では それが出てくるまで今のその油をですね重油をこうずっと炊き続けて、はい、であのアンモニアのエンジンができました、うん、そういうあのサプライチェーンも整ってきましたというところまであのその状況を続けて良いのかっていう問題があるわけでして、でそれに対してあのカーボンバジェットっていう考え方がありますよね。カーボンバジェット、はいはい、このタイミングである時期に一気に例えば2050年に一気にゼロにすれば ネットゼロ達成だからそれでよかろう、うん、ただそれまではずっとその重油ですね炊き続けて2050年に一気にそのゼロエミに変えたらいいじゃないかっていう考え方もネットゼロっていうところだけ見るとあり得るわけなんですけれども、でもじゃあここでこう面積としてずっとここの間に大量の CO2 を排出し続けて良いのかそれまでっていう、でそこまでにやっぱりどんどん温暖化は進んでしまうわけですよね。でそういう意味であの、まあ、できるだけそこのゼロに至るところまでの排出も減らしていった方がいいよねっていう考え方があるわけですよね、うん、あの我々があの炊いている重油から少しでもやっぱりこう減らしていかなければいけない CO2 の排出をそのゼロエミッションの燃料が出てくるまでにも減らしていくべきであるという考え方を我々とってまして、はいはい、でそれはあの今じゃあ現在使える燃料の中であの一番その GHG 排出が少ないものって何なんだっていうと、うん、LNG 燃料っていうのがありますと、はいはいはい、実はこれもまだあの歴史が浅いと言いますか、うん、本当にここ数年であの少しずつ出てきているというあの船になるんですけれども、で、まあ、これをですね当面はこの LNG 燃料というか 20% ぐらいですかね、あの自由に比べて CO2 の排出が少ないんですけれども、うん、あのこれをあの積極的に取り入れていくことによって、まあ、20% であってもあの削減を減らしていこうっていうのが、うん、あの、まあ、トランジションというふうに考えています。世界のことを考えたらいきなりバンと減るよりもちゃんとこう面積で減らしていかないとってことですね。そうですね、まあ、ただあの非常にそれに対する考え方は二極化してましてですね、あの、まあ、欧州を中心にいやもう早くそのゼロエミッションの燃料に切り替えるためにもあのそんな余計なあのプロセスは踏まずに一気にそのやるんだっていうようなことを、うん、あの言う向きも あるんですけれども、あの、まあ、我々としてはそこはやはりあのしっかりトランジションも踏まえて考えていくべきというふうに考えています。なるほど、はい、まあ、サプライチェーンを維持するっていうこともあるんですね。そうですね、はい、なるほど、なるほど。業界での皆さんで手を取り合ってあの進んでるプロセスだと思うんですけど、はい、あのでもそれだけじゃやっぱりできないことってたくさんありますよね、はい、外部の方との連携パートナーシップみたいなところってどう考えてらっしゃるのかな、はい、ゼロエミッションっていうのはその世界全体の目標になりますので、あの言ってみればその我々海運業界だけではなくてあの全ての企業さんが、うん、まあ、向かっていかなければならないというふうな課題なんですよね、うん、まあ、まさに SDGs の世界だと思うんですけれども、ね、はい、同じ目標に向かってこれまではお付き合いのなかったようなあの、まあ、企業さんであるとか、うん、はたまたそのベンチャーみたいなあのスタートアップの方々であるとか、まあ、大学であったりとかですね、あのそういういろいろなあのこれまで本当にあのなかったお付き合いが生まれてきているというふうに思いますし、うん、そうやってあのお互いに、まあ、向かう方向を共有してですね、うん、何がやりたいっていうことをこう共有し合ってあの新しいものを作り上げていくイノベーションっていうんですかね、うん、あのそういったあのものが生み出されていく必要というのがあるのだというふうに感じています。なるほどな、はい、じゃあ普段やり取りされないような方とも出会うことって多くなりましたか。そうですね、いろいろそのエネルギーのところの今後の水素ですとかアンモニアですとかっていうものを調達を、はい、あの、うん、担当している者たちはもう本当に世界中のこれまでお付き合いのなかった、ま、あのアンモニアグリーンアンモニア の, あの
開発とかを考えられてますので、そういったところと連携が始まっているという状況だと思います。その2018年に、GHG 半減っていうのも IMO が掲げましたけれども、その少し前ぐらいから、じゃあどういうふうにやっていくんだっていうことを、社内でですね、考え始めた時には、その社内のまずパートナーシップといいますか、その社内で GHG をゼロに目指すには何をやるべきかっていうことをこう話を始めた時期がありましてですね、私としてはすごいワクワク感があってですね、なんか本当に新しいことが始まるっていう感じがしていてですね、とても楽しかったですね。で、今それがどんどんこう、私だけじゃなくて、当然もう社内全員がそれをこう担っているという状況になっていると思うので、大変ではあるんですけれども、新しいことを始めるんだっていう気持ちで楽しく取り組んでいってもらえたらいいなっていうふうには思います。確かになんか楽しくないと、なんていうかイノベーション生まれないし、なんかジャンプできないですよね。はい、その日本としてこうネットゼロを打ち出したっていうのも、その日本の海運とか、造船とか、いろんな海運のクラスターにとっての、チャンスとなるということで、非常にこうプロアクティブに一歩前に踏み出したようなことを宣言したっていうことだと思いますので、協力して進めていくというチャンスなんじゃないかなというふうには思ってます。なるほど。最後に志麻さんから視聴者の皆さんに呼びかけとかこうメッセージもしあればいただけますか。でですね、今日は主にですね、その気候変動対策としてそのどういった取り組みをですね、日本船主協会として行っているかという話を中心にさせていただきましたけれども、海運業界としては気候変動のところだけではなくてですね、その海洋プラスチックごみの問題ですとか、それは、SDGs のところでいうと海洋の環境の保全といったところになると思いますけれども、そういった問題ですとか、いろいろな点でも他の SDGs についてもこう取り組みを進めていく必要があるというふうに考えてますので、ぜひともですね、今日ご視聴いただいている皆様に、そういったいろいろな観点で、船の世界というのと何が一緒にできるかなっていうのをぜひいろいろ考えていきたいなっていうふうに考えております。世界とつながっているすべての何でしょう、ものを作るにあたっての材料とか、ものそのものとか運んでいる我々ですので、多分全ての人たちとつながりがあるんだと思いますので、ぜひとも一緒に考えていきたく、よろしくお願いします。志麻さん、本日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。